はい、どうもこんにちは、高島です。いきなりなんですが、ノーチェという、家具屋さんってご存知ですか？で、僕結構前から知ってはいたんですけど、学生の頃にね、ちょっと行ったことがあるぐらいで、それ以来あんまり行ってなかったんですよね。で、結構店舗がたくさんあるような、家具屋さんの一つではあるんですね。で、今回ですね、最近仲良くさせていただいてるですね、高沢圭介さんが引っ越しを考えているということで、もう引っ越すのは決まっているらしいんですが、そこでねソファーが欲しいということで行ってみたので、そちらをまずご覧になってみてください。はい、ノーチェの方にですね、目当てのイメージのものがネットで見つけたということで、実際にね見てみようかということで店舗の方に行ってみました。そうですね、これのグリーンですね、これのグリーン多分いいっすよね。いいっすよね、多分あの色多分近いんじゃない、もうちょい明るいんじゃないかな。 あれですね、ちょっとあっちも見てみますか。素材感これで、でちょっとこれに青が若干混ざってるぐらいなんじゃないかなって、結構緑ですもんね、これ。そうこれ完全グリーンなんで、こういうのがちょっとあっていいですね、ワンポイントあるのいいっすよね、これも近い感じで、これただファブリックなんですよ。あ、本当だ、ベルベット風じゃないっすね。そうなんですよ、ベルベットに実装を受けたファブリックなんです。へえ、これなるほど、税込み価格です、送料込み税込み、安いんですよ。安いですね、意外となんか木とかも結構しっかりしてるような感じしますね。あ、これも北欧系のデザインですね。かわいい、マジで、僕のノーチェマジで結構好きで、何回か見に行ったんですけど結構当たりが多いというか。あ、そうなんですね。あれリーズナブルだけど、ちょっとモダンなこういうのとか、あ、本当だ、テイストが結構好きですね。あ、結構デザイン的にも良さそうな感じですね。3万9000円ですよ安い、確かに安い。何か問題あんのかなでも結構しっかりしてますよね。してますね、十分だなっていう感じはしますね。これぐらいで2万円とかで買えるから、結構年齢層若くても購入 しやすいというか、アイテム的にも。でもこういうのとか良さそうっすよ。良さそう、めちゃくちゃ良さそう。ねえ、すげえしっかりしてる、ね、結構ちゃんと、よくこの価格でできるなって感じ、昔、来た時より相当良くなってる気がする。足とかこれ一緒なんですね。本当だ、同じ素材で、同じ素材ですね。アカシアの、3万9000円だもんな。安いよな結構安い、ありかも、かなり。いや、ありっすよね。ね、なんかさっきよりだいぶテンション高いそうなんですよ、あ、もうそのものに対して分かりやすくテンションが上がるという。確かに、ね、めっちゃ言われます、妻にも。ああ、テンション違くね、分かりやすいみたいな結構でかいソファーですね、これ。でかいですね、確かに、5人座れますね、広い。5人は無理かな5人無理ぎゅうぎゅうで4人ですね確かにそこまで広くなかった、あの辺の、あ、本当だ、あ、いいかもしれない。しかも5000円とかで買えるんだ、やば、安っ。4980円、4980円です。あ、いいっすね。で、これを、タカさんの、あの IKEA のライトを DIY するみたいな感じで剥がせる、あれいけますよ、いけますよ、ここに塗って、金にする、それいけますね、いけますよね。ちょっとしたアレンジでなんか色合わせたりしたら良さそう、トレンド抑えてるなって感じしますよ。確かにそうかな。あ、こういうのも意外といいかもしれないですね。あ、ちょっとデザインが違う。あ、本当ですね、確かに。シンプルな感じと、ちょっと多分
カウンターキッチンなんで、はいはいはい、少し多分この辺にカウンター、あ、カウンターキッチンなんですね。次、そうそうそう、カウンターキッチンの予定。じゃあスツールがちょっとあってもいいかなっていう。そうそうそう、あ、これ高さ調整できるのかな。あ、本当だ。もうちょっとしごつめの、確かにそう、しっかりした感じ。この木が結構高級感ありますね。うん、しっかりしてますね。それで高さが微妙に上がっていくという。結構な幅あるよ、多分。そうですね、ちょっと結構調整できますね。1万3000円。あ、安い。安すぎる。店舗に行ってみたらですね、結構あのトレンドの、デザインのものがですねたくさんありました。でノーチェって、僕ね結構昔に行ったっきりだったので、トレンドがあるイメージとかですね、あの意外と知らなくて、で行ってみたらですね、トレンドのカラーとかですね、素材感とかそういった部分がですねちゃんと抑えられていて、しかもこれ見ていただくと分かると思うんですが、めちゃくちゃ安いというところが、特徴としてあります。で安いからといって、安っぽいとか悪い素材を使っているとかですね、そういった感じも意外となくて、まあその素材自体は安いものではあるかもしれないんですが、無垢材を使っていたりとか、その安いなりに、いい感じになるように、家具のデザインとですね、素材のバランスがうまく取れている感じで、いろんな種類ありますけど結構ね、あのしっかりしたものが多かったなっていう印象です。トレンドは抑えつつ品質も、それなりにいいんですよね。で価格が、めちゃくちゃ安いという感じになります。あとはですね、あの素材感の種類とかですね、シルエットのデザインとかですね、バリエーションを見ることができるんじゃないかなというふうに思います。いや、これはもし一人暮らしとか引っ越しとか今からやるって言ったら結構楽しいな、ここ。いや楽しいっすよね。ねえ、楽しいっすね。こういうテーブルも買おうと思ってるんですか？ああ、そうですね、コーヒーテーブルは、まあ、今持ってるのがあるんで、一応それでもいいなっていう。とりあえずはそれ使おうかなっていう、はい、思ってるんですけど。なるほど。でもちゃんとここにないのも結構いろいろあって、うん、良さそう。ダイニングの椅子とかも全部買おうと思ってて。あ、そうなんですね。ちょっと座りづらいっていう意見が、あ、そうなんですね、妻から寄せられてまして。これは割と大丈夫そうな気もする。なんか強そうな感じしますよね、うん、ちょっと。ここもいいじゃないですか、ポイント。そうですね、これのデザインすごく良い気がする。なんか緑と合いますし、うん、これ緑だったらめっちゃいいかも。いいっすよね、うん、これじゃないですか、もうこれっすね。ほぼ 今までっていうか、なんかいくつか見た中では、そうなんですよ、圧倒的いいんじゃないかっていう。79,000円だったら、まあ、まあソファー買うので、うんうん、今そんなに変じゃない値段として。そうですね、そんなに高いわけでもなく、うん、めちゃくちゃ安いわけでもなく、そうですね、わけでもなく程よい。これニューなんですね。そうです、新しい。新しいんだ。この前11月とかに、あ、じゃあもうめっちゃ新しい。今月とかに入荷したかもしれない。これでテーブル考えて、はい、で、あとラグとか。そうですね、ラグを敷くかを迷ってるのと、うん、まあ一個ずつ組み立てていこうかなと思ってるんですけど。あ、はいはいはい。まあ、あと買うなら、その、はい、一個ライト、はいはいはい、部屋のライトを、うんうん、まあ、ああいう系か。ああ、はい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 。ちょっと優しい系の光、そうそうそう、隣に置こうかなっていう、うん、それいいっすね。外から見たらなんか一式見れそう。見てみましょうか。全部背中向いてるから。ベンチっぽいやつよりさっきのぐらいしっかりしたソファーの方がいいですね。そうですね、ちょっと、うん、あの重さがないですよね、うんうん、結構軽い感じしちゃうかも。まあでも全部結局コーディネートのような気がしますね。まあまあそうですね、うん、なんか一点一点良ければいいっていうもんでもないっていうか、うんうん、良さそう。あれ来てよかったっすね。いや本当に。ここ
今日の収穫ができた。あれだわ、満足っす。満足出ました。いや、いいっすよ。何日ぐらいで届くかみたいな。これがグリーンです。グリーンですね。収穫がこの色です。あ、でこれ何色ですか。ライトブルー。あ、ブルー、はい、ブルーとグリーンがまた違うな。そうなんです。こっちの方がもっと鮮やかな。あ、そうなんです、はい、これがブルーで、はい、あ、違う。あ、本当だ。だいぶ色のトーンが、グリーンの方がいいですね。確かにグリーンの方がちょっとこう落ち着いてる。うんうん、確かに落ち着いてる。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと見てみますか。この肌触りいいっすね。肌触りいいっす。僕は結構これのグリーンを推します。1週間早いっすね。うん、どうですか。いや、いいっすよ。結構しっかりした硬さあって。あ、本当だ。楽っす。あ、意外とこう深い感じがありますね。いいですね。結構奥があります。ありますね。奥があって寝れるんですよ。寝れる。これ寝れますよね。寝れますね。それでかいっす。あ、それいいな。ちょっと待って。多分こう横になれる。結構でもネットでは結構探しましたね。あ、まあ、逆に言うとイメージが固まってたんで探しやすかったかもしれないですけど、1個見つかれば、ね、そう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 。イメージまだ固まってない状態だと結構しんどいですね。確かにイメージ固めるのが最初ですね。そうですね。ファーストステップ。確かに。なんか思ったよりすごかった。なんか小物もちょっとずつあるんですね。はい、いかがだったでしょうか。ちらっと寄ってみるつもりだったんですけど、まあ、意外とかなり良くて、これは多分あのケイスケさんは買いそうですよね。このまま行ったらあれを購入するんじゃないかなというふうに思いました。で、実際ねこう座ってみた感じも結構良かったですし、意外としっかりしていた割に、価格もね、そんなに、高くないというところで、物がいい割に価格が安いっていうのもあります。で、あとはですね、税込みで送料込みの価格で販売されているということでですね、ソファーとかね大きいものだと送料とか結構かかってしまいますので、その点もソファー持ち帰る方ってあんまりいないので、すごく価格表記の方も分かりやすくていいなというふうに思いました。はい、というわけでですね、今回はノーチェの方にですね、ちょっと立ち寄ってみて、実はこの家具屋さんはなかなかいいぞということで、ご紹介してみました。はい、というわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。